どうも山本です皆さんブラックフライで買いましたか、まあ、僕もねいろいろ買ったんで、まあ、今回は何を買ったかっていうのをねあの紹介したいと思いますはいまずは一つ目、えー、スピットファイアーオーディオ、えー、BBC シンフォニーオーケストラですねまあみんないいって言ってるしあの周りのねそのプロのやつらもね、まあ、大概いいって言ってるんでまあそういうやつはねいいんだろうということで。 <laughs> まあ結構悩んだんでもうその YouTube とかのねあのウォークスルとかあのデモとかいろいろねあのたくさん聞いて買いましたはいまああのもうすでにねあの仕事で使ってます <laughs> 早速うん、まあ、まだねストリングスしかちゃんとね音立ちできてないんだけどまあそれだけでもねあのだいぶいい感じです かかななりいいいもしれないこれについてはねまた改めてレビュー動画作りたいと思ってます、はい、一応今月いっぱいまで40%オフみたいなのであのこれはな,なんかブラックフライデーと関係ないのかなうん、まあ、とにかく今月いっぱいまで40%オフなので皆さんのね参考になるようにちょっと動画作れたらいいなと思ってますはい2つ目、えー、こちらもスピットファイヤーオーディオ、えー、アビーロード1ですね、はい 似たようなものって似たようなものなんですけどもうこっちの方がより手軽なちゃんと各パート分かれてるっていう感じではなくてもうちょっとその、うん、スケッチとかね、まあ、モックアップとかそういうのを作るのにま適してるで質感もねかなり良さそうだったんで、まあ、これもかなり悩んだんだけど、うんまあ、というかねあのブラックフライデーセールじゃないんだけどね、うん、単純にあのイントロセールなんで、まあ、安くなってるっていうのがあったんで、まあ、ブラックフライデー関係ないっちゃ関係ないんだけどうん。 まあ同じタイミングだったので、これもね、ちょっと仕事でもうすでに使ってみてるかな、なんとなく。うん、まあでもあ、そんなに掘り下げられてないんで、これはもうちょっと研究してから、まあまたこれもね、レビュー動画作れたりしたらいいなぁなんて思ってます。もうちょっと研究します。はい。3つ目ですね。3つ目は、あの、スピットファイアオーディオ。はい。これもスピットファイア。うん。あの、アルビオン5ツンドラ。アルビオン5でいいんかな、確か。うん。まあ、あの、それもね、要するに、 アビーロード1と同じようなタイプの音源ですけどそれよりもなんかすごいザラついた感じの凍てついた感じまあなんかすごい寒い雰囲気がする、うんまあ、その質感がすごくねなん気になってはいて、まあ、ずっとウィッシュリストに入れっぱなしだったんですけど、はい、それと一緒にねエリック・ウィテカ・クワイアこれとそのツンドラとソロストリングスがバンドルになってるのがその45%オフで。 さらにねその安くなってるっていうので今回出ててまあソロストリングさん持ってたんでねもともとでその分が差し引かれて両方ねずっと欲しいというか気になってたやつらだったんでまあそれがねバンドルでそうやって来るならばじゃあ買おうかなと思って <laughs> <laughs> うんでそのまあツンドラのそのねなんか質感というか、うん、まあいてついた感じというかまあその うんまあ、思ってた通りというか、うんまあ、早速それも仕事で使ってます。はい、でねそのさっき言ったクワイア音源ですねエリック・ウィテカ、うん要するにコーラスのパッドみたいなやつを作りたくてでもコーラスのパッドなんだけどもなんか生っぽいやつっていう質感のものがねまあ欲しくてうんまあないことはなかったんだけどより何て言うのかな、あのー、リアリティがあるのかなと思ってずっと気になっていた音源でした。 うん、もうこれもね一緒にあの、うん、あのもう終わりましたけどもやってた仕事のやつで使いました <laughs> こ,こ,ここ何日間かでねあのやってたやつも全部あの納品済みのやつではいそれぞれ使ってます、はい、で、えー、と5つ目ですねあの「オーケストラルツールス」の LA セッション もうこれもあの前回の配信でチラッと紹介もしたんですけど、うんまあ、一応そのこれもブラックフライデーというかただ単純にそのプレオーダー中で安かったので買ったっていう感じなんですけど、まあ、これに関してはねあのみんなにおすすめするぞっていう感じでまだ掘り下げられてないというかはっきりとした、ね、そのいいところを見つけられていないのでもうちょっと掘り下げてあの判断をねしたいと思ってます。はい、で6個目ですね 8DO のスタジオファイアートランペット。 とサックスですね、うん、これもともとねあの50ドル49ドルとか安いやつででまあデモを聞いてずっとまあ気になってはいたんだけどその安,安さが逆に気になっててどうかなと思って50%オフになってたんで2つ買って50ドルぐらい試してみたんだけどやっぱあのダメでした <laughs> 失敗したなと思って。 まああのトランペットだけ先に買ってねあの検証してからサックスも行けばよかったなと思って面倒、まあ、くせえから一緒に買っちゃえと思ったんだけど、うんまあ、ダメな理由としてはねあのおそらくリアリティは出せるんだけどそのパンチが弱すぎちゃって基本的には何やってもね桶なく埋もれちゃいそうな、ねあのー、感じの印象を受けてます。うん、でも聞くと、ね、いい感じなんだけど うんまあ、そういう耳で聞くと確かにちょっとあんまりパワー感があるタイプの何、うん、て言うの演奏内容アーティキュレーションにパワーがないというか単純にその音色というか、うん、収,録収録状況というかそれにねちょっとパンチが足らない感じだったのでうーんこれは失敗したかなって思ってます <laughs> まあそれも「ブラック・フライデー」ですはい、はい、最後はですね「パブ・フィルター」です はい、エッセンシャル、うん、EQ とコンプとリバーブがセットになってるやつですねはいまああの観念してね買いました <laughs> サッカーレンジャーはねそういうエフェクト系はねそこまでいらないんじゃないかなっていうか、うん、音源に費やせようとは言っていたんだけどもまあまあ周りがねいいいいって言うからまあでもったこともあるんだけど改めてね あの買ってみて、まあ、その辺深掘りしてあの判断したいなと思って、うんまあ、これよかったらあの皆さんに勧めますしやっぱだったら音源買った方がいいんじゃないかなっていうことになるかもしれないし、まあ、その辺はねちょっと今後おいおい私の動向を見守っていただければ <laughs> <music> そんなわけでね今回の私の「ブラックフライデー」の買い物でした。 まああの今回ね紹介したものを、まあ、ちょいちょいねレビュー動画とかね、まあるいは配信なのか分かんないけどまあそういうのもね企なんでね紹介したいと思ってます、はいまあ、特に BBC シンフォニーオーケストラ、うん、はあの、まあ、今月いっぱい整理やってるんで、まあ、ちょっと皆さんのねあの買う判断材料になったらいいなと思ってます、はい、そんな動画をね作れたらいいなと、はいはいまあ、これからねホリデーセールというか まあ、あの正月セールだったりいろいろまたありますんで、まあ、何か買ったらねあの報告します。<laughs> そんな感じではい山蔵でした。